図形が、回転させた図形がわからないときは、とにかく大事なこと、切ってから回転させるわけです。圧倒的な分かりやすさ、そしてついに待望の導入から演習までをこれ一冊で、さらに大手予備校講師の渾身の取り下ろし授業も視聴できる。数学3を学習する全ての人へ、数学のトリセツ Mathematics 3。さあ、ということでね、 Y 軸周りの回転体っていうのは結構ね、難しい問題も多かったりとかするので、解法の選択をね、間違えないようにっていうのと、問題演習ね、今後いろいろな難しい問題解いていくと思うんですけれども、その時にもですね、さまざまな解法を自分でチャレンジしてみて、解法の確認っていうのをしていってほしいかなと思います。復習頑張ってください。おっしゃー！お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。長い間ありがとうございます。なんでネギですか？ネギいただきました。こういうの花束じゃないですか？ありがとうございます。なんでネギやねん。お疲れ様でした。どうもどうもありがとうございます。本当ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん本当ありがとうございます。おしまいです。終わりました。はぁー、どうした先生？長い間。いや、マジで長かったですね。いや、本当に何ヶ月？ 3 ヶ月以上多分撮ってますよね。しかも、あれですね、原稿まで含めるとあと企画から考えると1年以上経ってたので、いや、しんどかったな。いや、本当に大変でした。はい。いや、出来栄え、マジですごいものできたと思います。お届けできるのが本当に楽しみで、かなりいいものができたと思います。トリセツのスーさん、本当に渾身の力で、で、いろいろな人の助けもあってですね、作り上げられたので、もう本当に、本当にいいものができたなと思います。はい。できました。おすすめのポイントはですね、やっぱりその問題の選定ですね。まずは実はですね、めちゃくちゃ問題いっぱい選んでたんですけど、会議の中でもうなんか1割ぐらいに減って、もちろんこんだけ入れられなかったんだけどね、これだけ必要だってものを入れたっていうところがポイントの一つなのと、あとは結構難しい問題も入れたというところですね。それでも、まあ、なんかちょっと思い上がった言い方ですけど、俺の解説だったら絶対わかるだろうみたいなね、ぐらいのですね、自信があるので、それでなんていうのかな、難しいものもちゃんと分かりやすく、できるようにしたと思っているので、なんかちょっともう疲れて全然舌が回らないですけど、はい、本当にいいものができたなと思いますし、もちろんね、取説皆さん手元に届いてですね、解説分かりづらいやんけと思ったらもう速攻で言ってください。取り直しますので、はい。ただ本当にもう現時点では問題の選定、それからイントロダクション、やっぱり数学の取説といえばイントロダクションですけれども、イントロダクションのですね、出来栄えもかなり、いいものができたなと思ってますので、その辺は本当になんていうかな、自信作です。はい。全国の受験生に、いやー、数3で困ってる人、もしくは、数3が必要な人、数学が苦手だからもう理系を諦めて文系に行こうと思ってる人、もうちょっと待ってください。数学の取説のこの数3があればですね、絶対に大丈夫です。絶対に、すごくね、自信を持ってお勧めできますし、これ数3の3なんていうのかな、勉強の歴史が変わるんじゃないかな、ちょっと言い過ぎたかもしれない、ごめんなさい、ちょっとテンション上がってるんでね、って思うぐらいですね、いいものができたと思うので、必ずですね、皆さんの、不安を払拭できると思いますので、ぜひ皆さん数3の取説、使ってみてください。本当にいいものだと思いますし、かなりですね、自信を持って作りましたので、ぜひ皆さんのお手元に届くことを祈っております。買ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。